高い岩場の先まだか。ヘルムードを見つけ出そう。おお、すげえ。厄介な地形だ。心配するな、クリフト。岩場は俺に任せろ。おっちょ、いける。ちょっと離れた芝でも思い切ってジャンプすれば飛び移れるはず。そう、意外にいけんだよね。下は後回し。まずここだ。落ちろ。まずはお前を倒しとかねえとな。一箇所 OK。で、そこの下行く？上行く？どっか宝箱あんじゃねえ。ほら奥から順番に行くか。下のやつが負けそうだけど。フローラー、まあ守れ系ないから楽勝だろう。こいつ倒してから帰ろう。単独行動は危ないな。よし、倒した。普通にレベルが上がってる。よし、一度帰っておくか。フローラを蘇らせに帰ろう。これメガザルロックじゃね。はぐれメタル発見。はぐれメタルを狙え。え、ちょ、早すぎ早すぎ。おい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 、いくらなんでもはぐれメタル早すぎだろ。いた。ちょいちょいちょい。よっしゃ、来た。ヨナズンとかやめろ。はぐれメタル。はぐれメタルどこだ、分かんなくなった。いたいたいた。会心出ろ会心。会心。もちろんもちろん。いった。よし。ふう。すべて寄せて。あぐ、ああ勝手にゼシカが倒してる。これほど多くの魔物を操るとは。ゲノマスライムさん多い。奴の力はそこ知れる。そろそろフローラ蘇らしておこうか。この世界を救うために何としても倒す。メガザルロック。あ、なんだ、勝手に蘇らしてくれんの。よろしく。めっちゃいい。メガザルロックすっげえいい。甘い梅雨の糸、レアアイテムもどんどん出るようになってきたな。よし、奥行こう。奥ギアブレイク。どっから行けばいいんだあれ。残り坂、あの上二段ジャンプでもいけねえんじゃねえか。よっよっ、3回までか飛べるの。
裏から行くにも繋がってねえのか。マップつらいな。やっぱ降りちゃったらダメなんだ。この辺なら二段ジャンプでも登れるか。きついか。ここかな。ちょっちょ、ふう、行った行った。おい、マホトもかかってる。よし、最後のもうフォームなんで、もうほとんどいねえじゃん。ダメか。もうお前倒したら終わりじゃねっていうぐらい。ラブと悪い。どーん。でこの辺の雑魚どもにまとめてオノムスを。大体終わったろ。いくいくいく。いいね、いいダメージ。雑魚もほぼ終わった。そりゃジョーブだな、魔王の使い。よし、ほら扉が開いた。行かなきゃダメなの、わざわざ。よし、これで先に進めるな。おそらくヘルムードはこの奥だ。あ、別に行く必要なかった。大切な方のために負けられませんわ。なんとか突破できたぜ。シャムナの復活は必ず止めてみせるぞ。久しぶりにはぐれメタルを倒した。あれ、あ、そうか、フローラ死んでたからか。死んでた時だと経験値もらえないのか。もったいない。次はこれとこれとライデイン。もうすぐだな。ヤンガスはハイテンション時間長くするかな。距離が長くなる。チャキーン。蒼天魔山が意外に使わないんだよな、普通のしか。貯めるより連発した方が強いんだよね。器用さ大アップ。よし、特に何もない。行こう。対決闇の王ヘルムードとのバトルか。行きますかね。ムービー入った。みんな必死こいて走っている。ヘルムードよ、やっと見つけたわ。やっと見つけたぜ。
一人で飛び出してはなりません。なんというまがまがしさ。闇元気玉、実に良い眺めであろう。闇の力が無限に溢れ出してくるのだ。これは異世界のエネルギーを奪い、闇の力を生み出す禁術。説明を。世界を闇に染める素晴らしき仕掛けよ。それは素晴らしい。それってまさか私たちがもともといた世界のこと？俺たちの世界からエネルギーを奪うだと。どこまでも汚え野郎だな。なるほど、貴様らは異世界の住人だった。今さらそれを言うのか。わざわざこの世界に出向いてくるとはご苦労なことよ。我が術の続く限り、気がついたらいたんじゃなかったっけ。異世界はエネルギーを失い続け、やがてあらゆる生命は死に絶える。そしてこの世界は光を失い、完全なる闇に覆い尽くされるのだ。貴様らごときにもはや運命は変えられぬ。そんなことないよ。あ、ハミロ、みんなで力を合わせれば何だってできるんだよ。いちいち可愛いな、ハミロンは。お前を倒してこの世界、いや、みんなの世界を救う。俺たちはそのためにここへ来たんだ。私を倒す。笑わせてくれるわ。ここまで来たことは褒めてやってもいい。多いな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。ホミロンを除く。闇の腕輪に勝てると思うのか。みんなで力を合わせれば。おいおい、こっちはホミロンを入れたら13人いるんだぜ。勝てるわ。タコ殴りにしてやるわ。腕輪がなくたって、私たちにはあいつが持っていないもの、仲間の絆がある。うん、その通りですわ。私たちとっても強い絆で結ばれていますもの。どんな相手にだって負ける気がしませんわ。さあ覚悟なさい。仲間の力ってやつを思い知らせてやるわ。絶対勝つでガス、あっしらが勝つ。ゼシカは何も言わないのか。愚か者どもめ、この子に及んで仲間だの絆だの、くだらぬこと。ああ、なんかやる気出しちゃったみたい。やっとその気になったか。さあ決着をつけようぜ。いいだろう。ボス戦の音楽。闇の王たるこの私が直々に案内してやる。やっと戦うのか。闇の中へ。やることは同じだぜ。あれ進めねえ。あ、これか。ミスって。これは飽きまへんで。ペイルストローム。もういかなる攻撃も効かないとか、そういうチートはいいからさ。こっちもスーパーハイテンション時はいかなる攻撃も食らわないんだけど。いらん。バーカだ、ボコボコにしてやるわ。ほら、物足りんわ、ボコボコにしてやるわ。楽しませてもらうとしよう。スプルト以上にカブト割り。俺の剣の前では通用しないぜ。ほらほら、魔人斬り最強。まずは一匹、それくらい
いや、楽勝すぎる。たかが魔物一匹倒したぐらいで、随分な喜びようだな。MP が全然ない。本気にさせてみるがいい。ちょ、ラリフォーマーか？いけ。アイキルド。カブトワリー。頂点マザー。弱え。また寝た。そろそろダメージ与えれるようになるか。ヘルムドさん壊れちゃいました。何がおかしいんでガス。ヘルムドがおかしい。笑わず握られようか。これ式の力を核も仰々しく誇るとは。ならば私が教えてやろう。真の力とは、強さとは、どのようなものなのかをな。教えてもらおうじゃねえかよ。最強にして最後の闇のヘルムード、世界を支配する真の闇の力を受けてみよう。やつの杖に力が集まっていきます。皆さん何気をつけて。わっ、範囲広い。さすがホミロン。イエーイ、やっとダメージが通るようになった。あ、おーわ、なんだその動き。バカだ、そうでもまだんじゃ。負けんのだ。魔人斬り決めとくか。下手にワープされる前に。オノムソいるんだ。お、ひるんでる。あ、また笑ってる。あー、おら痛い。よ、世界中の破壊。やそ、なにこのダーク、バギクロスみたいなやつ。闇の王様です。死ぬ。ホミロン湧きまくり。配信でねえかな。おお、さすがに、うん、防御して、うおー、空中連続攻撃。防御じゃなくてアルチだった。もうちょいでゲージ溜まるな。たまった。俺の完璧な作戦で。
もう完璧な作戦はいいから。あ、消えてる。75% かな。この私が押されているだと。己、我は闇の。そのような貧弱な力に断じて破れはせぬ。やっ、あ、MP 断ねえし、やってること力押しだからなぜしかいなかった。だら。きついんだよね。しゃ、いいの来た。何これ何これ、メテオ。ほら、ガッテンデゲス死んだ。大暴挙し、ヤンガスも死んだ。超強いこいつ。なんかやってるな。何？やばい、世界中の歯が2つしかない。そろそろ真面目に行かないとまずいな。よっ、うわあ、つ、ちゃんと戦うか。もう残り一つしかねえもんな。こっちに、は？軽く引くわ。メラガイアじゃねえよ。自分がプレイヤーキャラだと防御してないのがすっげえダメージ食らうんだよ。まあもう終わんだろう。もうこれ以上はしねえんだ。終われ終われ。よし、いやー、途中の中ボス2体召喚したときは超弱かったのに、ヘルムドは強かった。これで闇竜の復活を阻止できたはずだ。現れていく。長く囚われていたしがらみから解き放たれた。いいやつかわしてほしくないぞ。最後まで悪の魔王でいてくれ。お前、なんと仲間の絆がヘルムドの心の闇まで取り払ったというのか。光のものよ。ええー、礼を言おう。
今ならば私はとても安らかな気持ちで憎しみに満ちた生に終止を打てる。逆だろ、我が命を使ってでも闇竜様を復活させてやるじゃねえの。今こそ決着をつけるのだ。闇竜の復活と、そうそう、貴様らの死によってな。それでいいんだ。おられる貴様らがここへたどり着く前にな。今頃は地の底より憎き世界樹を目指して登ってきておられるはずだ。数日の後には地上に到達なさるだろう。その時こそ世界樹の終わり、光の世界が滅びる時よ。そんなことさせない。闇竜だろうと何だろうと、基本的にドラクエは全部間に合わないからな。残念だが貴様らはシャムダ様にまびえることはできぬ。我が肉体が滅びればこの島もまた崩れ去るのだ。忌々しき者たちもろともだ。お前たちもこの島と共に滅びるがいい。やっぱこうじゃなくっちゃ悪役は。あ、脱出とかあるかな。じゃあが